スポーツ心理。まずはじめに、心理学と聞くとどのようなイメージがあるかな？心理学と聞くと、会話で人の心を動かしたり、自分の感情やモチベーションを保ったりする際に活用され、中にはメンタリストやカウンセラーといった方々が様々なところで活躍しているイメージがあるのではないでしょうか。実際に心理学という言葉を辞書で引いてみると、生物体の意識の内面的な動きの過程や経験的具体的な事実としての意識と行動とを研究する学問と書いてあり、心理学というのは意識や行動に関することを研究する学問であるということがわかります。一方で、この心理学というのはスポーツの場面ではどのように活用されているのでしょうか。実際にスポーツの場面では、競技中にベストパフォーマンスを発揮するためだったり、練習中に運動技能を効率的に身につけるためだったり、あらゆる場面で活用されています。だからといって、このように競技をしている人しか対象にしているわけではなく、スポーツ心理学というのは老若男女、運動能力問わず、スポーツをする人、教える人には誰でも応用することができ、さらには日常生活においても日々のパフォーマンスを維持・向上させる際にも活用することができます。そこで、この教材ではスポーツをテーマに、パフォーマンスをより向上させるための考え方や方法を心理学の観点から実践を通して紹介するとともに、生きていく上でのあらゆる場面に役立つ考え方についても紹介していきます。大まかな授業内容としては、1回目の授業では感情や考え方のコントロールについて学習し、現在の自分の特性について分析をします。2から7回目の授業では、それぞれやる気、緊張、ストレスコントロール、集中力、記憶、イメージトレーニングの観点から、パフォーマンス向上に向けたメンタルトレーニングについて学習します。最後の8回目の授業では、学習したことをスポーツの場面や実生活での活用方法について探究していきます。それでは早速、スポーツ心理学の学習をしていきましょう。みんなの中には、日々部活動やチームでスポーツをしている人もいれば、趣味として新たに始めてみようと思う人がいるかもしれません。そこで、まずはスポーツが上手くなるためにはどのようなことをしたらよいのでしょうか。スポーツが上手くなるためには、練習をすることが何と言っても欠かせないということは誰もが知っているのではないでしょうか。実際に、運動スキルというのは、指導者や映像などによるお手本を見たり真似したりしながら練習をして、振り返ることで習得したり他のスキルに応用したりすることができるようになります。それでは一方で、メンタルが強いとか鋼のメンタルなどの言葉をよく耳にするかと思いますが、このメンタルが強いという人はどのようにしてこのようなメンタルを手に入れることができたのでしょうか。また、メンタルが弱いという人は
高めることはできるのでしょうか。実はこのメンタルというのは鍛えることによって強くすることができるものなのです。具体的には感情や考え方をコントロールする力というのは先天的なものではなく、運動スキルと同様に身につけることのできるスキルであり、練習をして高めることができるというものなのです。なので感情や考え方をコントロールする力に関しても、高める方法を学んだり真似したりしながら練習振り返りをして身につけることで運動パフォーマンスの向上に役立ちます。そしてこの一連の取り組みのことをいわゆるメンタルトレーニングと呼びます。それではメンタルは鍛えられるということが分かったら、ここからは現在の自分の特性について見てみましょう。今回みんなには全21問と全45問の自己診断テストに回答してもらいました。まず全21問の方は、自分自身を受け入れ尊重しポジティブに捉えることができる感情である自己肯定感を3つの観点から表していて、 A は自分自身との関係、 B は行動との関係、C は他者との関係について、得点が高いほどそれぞれの能力の高さを表しています。具体的に A の自分との関係は、自分を知る、自分を受け入れる、自分に対して正直になる能力、 B の行動との関係は、行動をする、自分の心の中の批判を黙らせる、失敗を受け入れる能力、C の他者との関係は、自己主張をする、他者の気持ちや立場を理解する、社会的サポートを受ける能力の高さを表しています。また、この3つの指標はバランスが取れていることも大切です。そして、全45問の方は、日常生活で生じる様々な問題や要求に対して建設的かつ効果的に対処するために必要な能力の指標であるライフスキルを表していて、得点が高いほど次のような能力の高さを表しています。自己認識、問題解決、意思決定、批判的思考、創造的思考、対人関係、ストレス対処、共感性、情動抑制。それでは自己診断テストの回答から能力ごとの得点を計算し、現在の自分の特性における課題を発見してみましょう。課題は発見できたかな？もちろんこれらのスキルは高いに越したことはありませんが、他の人と比べて自分は低いからダメなんだということは決してありません。今回の得点が低くても悲観的にならず、これから学ぶメンタルトレーニングで高めていきましょう。さらにスポーツをする際には、この他にも目標設定、注意集中、ポジティブ思考などのスキルを持つことも期待されているので、これらも一緒に高めていきましょう。